さあということでですね、今日は、サルカフェ青い店で、行ってまいりました月セントラル2010夏もうエンディングでございます。早いですね。どうでしたか。はい、楽しかったです。あっという間、楽しかったです。本当ですか。初登場でね、3人が来てくれましたけれども、それぞれね感想も聞いていきましょう。羽鳥さんどうでしたか。羽鳥ちゃんは楽しかったです。なんかもうちょっとぶっちゃけすぎたかなと思ったんですけど。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ぶっちゃけてなんぼですよ。あのね、このね、ご覧いただいてる皆さんとかっていうのは、皆さんのこのスチールの例えば上だったりとか、例えばね、でテレビ上だったりとか、まあいろんなね、ところでこう皆さん活躍されてますけど、なかなか普段の話が聞けないわけですよね。そういうところでね、あ、こういう人なんだな、ストロベリーの泡風呂入ってんだな、そういうのをイメージがあれば、それでいいわけですよね。そして、愛さんどうでしたか。私も楽しかったです。はい、あっという間でした、本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、あの、棒読みやめろ。楽しかったです、あっという間でした。楽しかったです本当にもう、終わるのが悲しい。やかましいわ、やかましいわ、水着ポロリしとけ海外言われんだこれでもね、そして、ハラミちゃんもどうでしたか。楽しかったです。本当ですか。はい、だけど私はこんなになんかボケたキャラじゃないんで、本当は、もっとしっかりしてます、ね、今日はあの、はい、キャラ付けができたかなという、ね、もっとしっかりしてるっていうことだけいやいや、もうね、はい、スイカが読めなかったですからね、ハラミちゃんはね、西売りって言ってたんでね、どうしようかなと思いましたけどそんな二十歳頑張っております。さあ、ということで、今日この3人がね、登場してくれましたけれども、まあ今後のね、活躍という部分でも告示事項もあると思いますが、まずは、羽鳥沙奈さんですけれども、あの最近ですね、あの FM 愛知、この月セントラル TV もですね、 FM 愛知のデラデラという僕が喋らせていただいている番組とコラボレーションしてるんですけども、この前沙奈ちゃん番組出てくれて、はい、ね、ラジオの生放送っていうのはどうでしたか。楽しかったですか。楽しかったんですけど、最初すっごい緊張しました、本当に。緊張した。なんか変なこと言わないかなとか。なあ、大丈夫ですよ、もう変なこと言ったらね言ったっていいんですよ、放送禁止用語以外だったらね、それは大丈夫ですけどね、またぜひあのその時の写真などもですね、FM 愛知のホームページと月1セントラルの、ページからもですねアクセスできますので、ぜひ同時にご覧いただきたいと思います。さあ、そして愛ちゃんは、はい、はい、私もですね、あの毎週土曜日お昼12時から、はい、うん、FM トヨタと FM 岡崎の2局ネットでメガワールドトップヒツ10という番組をやっています。お、はい、どんな番組なんですか。あのですね、岡崎店、岡崎の、レコード店が岡崎の、はい、大丈夫ですかごめんなさい、本当に喋ってます。そうです、喋ってます、喋ってますまあトップ10を紹介していくんですけども、はいはいはい、あのメガワールドっていうメガネ屋さんが提供なんで、毎回こう違うメガネをかけてるんで。へえー、そうなんだ。はい、で、あのスタジオもあるんで、はい、メガワールド岡崎本館っていう岡崎にあるメガネ屋さんの駐車場にこうボンとね、なんかあのタワーが建てるんですよ、はい、だからそこで見に来れるんで、ぜひ、ぜひぜひチェックしてみてください。お、はい、お、 DJ もやってるんですね。そうなんです。メガネもかけてるんですね。そうなんですよ。メガネもかけていただいて、はい、また雰囲気もまたね、変わってくるんですよね。じゃあ僕のメガネもかけていこう。似合う、似合う、似合うな。こんな感じでやっております。メガネね、はい、いいですね、はいはいはい、僕全然見えなくなりましたすいません、おじいちゃんみたいになりましたけど、ごめんなさい。さあ、そしてですね、はなみちゃんも、はいはい、番組やってますね、はいはい、CBC の金曜日の深夜にくるくるミラクルという、はい、ジャルジャルさんが司会の番組をのミラクル CD ショップっていう音楽を毎週紹介するコーナーに、はい、女の子5人、うちのセンターのモデル5人で、はいはい、やっております。あ、そうなんですね、はい、もうこんな感じでもうグダグダと恋愛トークをグダグダといいじゃないですか、はい、いいじゃないですか、ガツガツと。じゃあね、またぜひあの今後いろんなところでもですね、この3人の活躍が見れると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そしてですね、さっき言ってたですね、電卓をお持ちいたしました私、サルカフェさんの、電卓を借りてきましたので、最後にですね、早打ちをしていただこうかなと思っております。はい、なんでも花見ちゃんは、はい、電卓1級ということで、はい、今からですね、私問題出します。どこに書いたかな、俺問題いきますよ。私もちょっといきますよ。ではいきます。555足す12122足す6足す315足す62はいくつでしょうか。はい、はい、答えは、13060が正解でございました。56067、その、1級返してください。あ
プレゼント。どうもすみませんでした。電卓一級でございますということで、さあ今日はですねこの3人でお送りしてきました。さあ月1セントラル2010夏いかがだったでしょうか。まあ今日もですね最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さて3人の今後の活躍にもぜひ注目していただきたいと思います。そして今日ご提供いただきましたこちらサルカフェ青い店も皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思っております。さあ復刻版としてですね昨年の秋からですねちょうどもうおよそ1年経ちまして、この月1セントラルも一旦ここちらで今回が最終回ということになります。また別の機会にですねお会いできたらいいなと思ってますので、また その時にはこの3人とねまた一緒にねサルカフェさんとかでねできたらいいなと思ってますので、まあ、そのタイミングがいつになるのか、また楽しみにしていただきたいと思います。ということで月1セントラル TV 終えて内藤聡がお送りしました。そして今日のゲストはこの3人でございました。ありがとうございました。Play the game and all. I'm sorry, I'm sorry.